日章録は1760年から1910年までの国政運営の内容を、李氏朝鮮の国王の日記の形式を採用してまとめた文書である、継承各所像、大韓民国国法第153号、1760年から1910年まで編纂されており、日記の形式によっているが、実際には151年間に及ぶ王朝の、 公的な記録である。筆者本として一部だけ編纂された唯一の書籍で計2329冊で構成されている。ほぼ全期間を網羅しているが21ヶ月分だけ異動がある。日小録の前身は聖祖が夜孫だった時代から著述した御事と喧日記であったと言われる。聖祖は論語における創始の言葉に感銘を受けて 日記を始めたと伝わる、清祖が大いに就任した後、継承閣の管理に命じて、毎日日誌を書かせ、5日ごとに王に報告させ、その決裁を受けさせるように取り計らった。王となった清祖は、日承録が当時の政治、社会状況を確認し、参照し、反省する資料になることを期し、そのため、既存の小生委員日記とは異なる方法で、 日小録を編纂するように指示した。それに伴い、日小録は、国政の使用権案を、綱なとめとに分けて記録され、国政運営の指針となる内容を一目で見つけることができる体裁となった。署名は、創始の言葉による、李朝後期の国王の同性や、国政運営全般の詳細を知ることのできる、第一級の資料である、2011年5月、 世界の記憶に登録された。日小6 8 0 7年中ほどに北遊三島周回ため23里元の文言が、ある日本と韓国の双方が領有権を主張する竹島をめぐって、韓国側が竹島の旧省であると主張する宇三島が現在の移領島の北東に隣接する竹所であることを示す記述が非小録で確認されている。確認したのは、 韓国国内で竹島問題を研究するアメリカ人のゲイリー・ビリーバーズで2007年このことをインターネット上で発表した。これによれば日照6807年の記述に移領島周辺を通査した管理の報告として北有三島を周回ため23里元すなわち移領島の北に宇三島がありその周囲は2、3里で 竹島のように二等で構成されるものではないというもので、これに相当するのは竹島ではなく竹所であり、古地図だけではなく文献上もそのことが確かめられた意味合いがある。ありがとうございます。